バシーリー・イバノビチ・スリコフは、ロシア帝国末期の画家。大作の歴史画を得意とし、当時としては最も進歩的な美術家の一人であった。ロシアでは、最も有名な画家の一人である。シベリアのクラスノヤルスク出身。スリコフは、スーリーコフとも表記される。1869年から1871年にかけて、帝国美術アカデミーにて、パベル・チスチャコフに支持。 1877年にモスクワに定住し、旧聖主ハリストス大聖堂にいくつかのフレスコ画を寄贈する。1878年にデカブリストの末裔エリザベート・シャレーと結婚。1881年に巡回美術展協会に参加。1893年よりペテルブルク美術アカデミーの正会員となる。スリコフは、 庶民の日常生活に力点を置きつつ、ロシアの過去のイメージを描いた。作品で顕著なのは、得意な空間表現と群衆の動きである。いくつかの事例において、スリコフは、同一の図像を代償様々な大きさで描いていたようである。モスクワにて死去、同地のバガニコボボ地に埋葬された。出身地クラスのヤルスクには、後に彦であるニキータミハルコフと、 アンドレイ・コンチャロフスキーによって記念碑が建てられた。ありがとうございます。